はいどうも、おしゃれです。ついにカリオスソロが来ましたね。今日はこのキャラクターについてお話ししていきたいと思います。まずは通常技と必殺技の性能についてお話ししていきたいと思います。基本的に通常技で有利フレームが取れるのが、2A か禁A になりますね。この2つが唯一有利フレームが取れる通常技です。あとは全部、リフリを背負ったりだとか、リフレームを背負ったりだとかっていう感じですかね。では次に必殺技について説明していきたいと思います。魔法陣が地上と空中一つずつつけることができます。何かで崩した時に、この魔法陣が発動して拾えるっていうのが理想的な感じなのかなと思います。あとは例えば、こうやって設置した時に、これガードされたらフリーフレームを背負うんですが、魔法陣が発動することによって自分が有利フレームを背負ったりするっていうことができるので、まあこういうのでも魔法陣を使っていけるといいのかなと思います。はい、次はスペキュレーションについてお話ししていきたいと思います。これのことなんですが、この下から出てくる槍のことがスペキュレーションというのですが、四角版と EX 版は相手を吹き飛ばして、三角版がこっちに引き寄せるっていう形の技になっております。で、三角版がなかなかに使い勝手が良くて、そこそこ遠くても相手をロックしてくれるんですよね。こんな感じで引き寄せてくれるので、まあ、例えば、この魔法陣を設置して、この三角版で引き寄せて、また攻めを継続するっていうことができたりします。ただ三角版の一つの注意点としては、結構発生が遅くて、相手が、後ろ歩きをしていたりだとか、まあ、ジャンプをしていたりだとかすると、結構避けられてしまうっていうことがよくあるので、まあ、そこだけは注意なのかなと思います。次はアレクサンドリアについてお話ししたいと思います。この突進技のことですね。これがなかなか使い勝手が良くて、まあ、グランのヤクザキックと同じような使い方になるのかなと思っております。密着だと攪拌があるんですが、先端ガードでビフリだったりとか、まあ、ゴブをつけたりすることができて、攪拌がないんですよ。なので、まあ、例えばこういう通常技からこうやって暴れ潰しに使ったりだとかっていう感じになるんですかね。で、三角板が飛距離が長くて、奇襲に使えるんですよね。これは、通常技から相手がヒットしてても、繋がんないっていう場面がありすぎるので、まあ、三角板は、コンボの締めに使うというよりかは、奇襲に使うっていう感じになるんですかね。で、これが画面端だと、相手がカウンターヒットしてくれた時に、まあ、三角板と EX 板が拾い直せたりするので、画面端だと脅威な技になるのかなと思っております。次はスペアボディについてお話ししていきます。A 板がちょっと後ろに下がって、三角板と EX 板が相手の前に出るっていう感じですね。裏回りをすることができます。で、空中でも出すことができますね。で、この空中で出すのが結構強くて、まあ、例えばワープをして、ワープじゃねえ。設置をしてワープをするっていうことができたりだとかすることができます。まあ、こういうので画面端から抜けれたりするといいですかね。で、EX 版は攻撃判定があるので、コンボの中継に使えたり、締めに使ったりするのができますね。で、これ表記がなかったんですが、一応無敵があります。1フレからはないんですが、まあ、体感3から4フレぐらいかな、から無敵がありますね。例えば、こういうのをね、抜けることができます。無敵がないと抜けれないですからね。多分3、4、5フレぐらいからかな。一応無敵はあります。次は奥義についてお話ししていきます。なかなかに使い勝手がいい奥義ですね。まあ、そこそこ離れてても、結構ロックをしてくれるので、まあ、弾抜けに使えたりとかっていうのはできますね。ただそんなに減らないですね。で、解放の方も、結構飛距離が長くて、まあ、遠距離の弾抜けとか、できたりするのかなって思います。全然減らないですがね。で、両方1フレから無敵があります。最後に特殊技について説明します。貯めることができる飛び道具ですね。貯めた段階に応じてヒット数が変わります。で、貯めてる間は、こんな感じで飛び道具と相殺することができます。EX 版だと負けてしまうんですが、ノーマル版なら相殺できますね。で、これは空中でも撃つことが可能です。打つことも貯めることも可能ですね。まあ、これも対空ずらしとして結構有用なのかなと思っております。次に立ち回りについてお話しします。こいつの牽制技は基本的に 2M か NM が使い勝手がいいですね。で、これがヒットしていたら、こんな感じでダウンを奪ってラインを上げたりだとか、まあ、もしくは魔法陣があるのであれば、こっからね、拾えてリターンが上がったりするので、立ち回りで魔法陣を設置するっていうのも大事なのかなって思ってます。で、ガードされてしまったら、これで暴れ潰しなんですが、別にガードされても、こっちが
先端なら、まあ、攪拌がないので、こうやってビビらせて、立ち回りで、魔法陣を設置するっていうのも、いいのかなって思ってます。あとは、ま、ワープがね、そこそこ硬直が短くて優秀なので、まあ、意識外からのワープだとね、あんまり反応できないので、しかもこれ裏になってるから、まあ、ここでガードボタン、この距離でガードボタンを押す人っていうのはあんまりいないので、こういうのも結構強いのかなって思ってますね。これでワープで奇襲をかけるか、まあこの、M のこのヤクザキックみたいなやつで奇襲をかけるのがいいのかなって思ってます。次は固めについてなんですが、こいつは基本的に必殺技で有利フレームを取れたりだとかはしないので、固めに関してはそこまで強くないですね。まあ魔法陣があるのであれば別なんですが、まあこういうので暴れ潰しをして攻め系をしたりっていうのはできるので、ただ、そこまで魔法陣がある状況っていうのがおそらくないと思うんですよね。いくら立ち回りで設置してようが。なので、もうとっとと、この有利フレームをね、ちょっと反撃にしてたんであれなんですが、有利フレームを取れる技で、たくっていくっていうのがいいのかなって思ってます。まあ、いつもの投げと打撃の二択ですね。っていうのがいいのかなって思ってます。で、ちょっと調べたんですが、これが、上入れっぱと、暴れ潰し。で、ヒットしてたらこれも繋がりますね。こんな感じで。あ、これカウンターしてるんですが、まあ、カウンターしてなくても繋がります。で、これが、暴れ潰しと上入れっぱ潰しですね。で、ファジー潰しがこれですね。おそらく。まあ、調べてないんですが、これに関しては。ただまあ、上入れっぱは逃げられて、で、ガードをされて暴れられてもダメですね、これは。なので、おそらく、まあ、ファジー系の潰しがこれになるんですかね。以上、基本的な動きになります。そこまでね、まだ自分も触ってないので、よくわかってない部分もたくさんあるんですが、おそらくこれからね、どんどん発展していくと思うので、そこの人たちにね、期待しましょう。僕はそんなに使い込む予定はないので、まあ、ちょっとしたキャラ隊ぐらいに触ろうかなとは思っておりますが、ということで、あとは、セットプレイとかね、まあ、ちょっとしたコンボとかっていうのを紹介していきたいと思います。終わりだ。